ライザいる？トウ？ドアなら開いてるよ。お邪魔するよ。フィーはいるかな？フィー！やあフィー、今日はお見舞いを持ってきたよ。これさ。そういう古くて難しそうな学問の本はフィーには理解できないんじゃないかな。これは鳥の本だよ。前に鳥の絵を見てフィーが喜んでたろ。そのことを思い出してね。はい、今見せてあげるね。ほら見てごらん、この前の本よりたくさんの鳥の絵が描いてあるだろ。こっちの鳥はフィーの半分くらいしかないけど、こっちのはフィーの10倍くらい大きいんだよ。びっくりだよね。同じ鳥でも種類によってこんなに違うんだよ。どうかな、フィーはいろんな鳥と友達になってみたい？そう言うと思ったよ。この本に載っている鳥はこの辺りにはいない、ずっと遠い場所にしかいないのも載ってるんだ。だからそんな子たちとも仲良くなりたいなら、一日も早く元気にならないとダメだよ。こんにちは。お邪魔して平気？もちろんですよ。ありがとう。近くまで来たからちょっと寄ってみただけなんだけど。お見舞いに来てくれたの？ええ、やっぱり前よりは元気がないみたいね。うん、けど今はまだ寝てる時間が長いくらいかな。気持ちは分からなくはないわ。けれどこんな時だからこそあなたがしっかりしなければならないの。あまり根詰めすぎないようにした方がいいわ。あなたが潰れたらおしまいよ。ありがとうセリさん、そうならないように気をつけるよ。早く元気になってね。ライザ。クリフォードさん？どうしたの？そんな静かに入ってきて。フィーが寝てるかもしれねえと思ったら、どうやら静かに入ってきて正解だったぜ。フィー、今日は特に元気ないのかも。いつもは誰か来るとすぐに気づいて起き上がるのに。いや、多分そうじゃねえぞ。そうならねえように俺が気配を消してきてるからだ。そうだったの？起きたらどうしたって疲れちゃうんだろ。そんなの俺は嫌だからな。
ちゃ。俺はもう帰るぜ。もう帰っちゃうの？まだ来たばかりなのに。フィーの様子を見に来ただけだからな。静かに寝てるのを見て安心した。俺は元気なフィーが好きだね。早く元気になるんだ。もう俺のパートナーを誘ってやるんぞ。そっぽ巻かれないのが寂しいなんてちょっと変だよな。ごめんね、クリフォードさん。今は寝てるから。あ、分かってるさ。こんにちは、アイザー。あ、いらっしゃい、クラウディア。こんにちは、フィーちゃん。今日は少し元気そうだね。お見舞いに来てくれたの？うん、近くまで来たからちょっと気になってね。フィーったら嬉しそう。そうだね。でもやっぱり前ほどの元気はないみたい。早く元気になってね、フィーちゃん。どこに行くの？よし。ライザ、いるか？あ、レント、いらっしゃい。よっと。たく弱ってるチビが無理すんじゃねえよ。はしゃぐなっての。元気ねえんだから。ライザと話があるからおとなしくしてな。どうなんだ、やっぱあんまり元気ないのか。前と比べるとね。普段は元気だけどすぐ疲れちゃうのか寝てる時間が多いかな。そっか、しつこいくらい元気なのがお前のいいところだろ。あんまり心配かけるとマジで嫌いになっちまうからな。